ウソもオグリンです。今回もスプラトゥーン3でかくれんぼをやっていきましょう。なんと今日は3時間も昼寝しました。よろしくお願いします。というわけで、今回もねバグ技使って隠れていくんですけど、まあそこまでバグって感じではないかな。今回に関しては割と成功率も高めで、はい、一発で成功していくということで、この、カップ焼きそばの湯切りゾーンみたいな、ところに隠れていこうと思います。いや、ここね、昔、結構前に、こう見つけてて、やらなな、思ってたんやけど、その時はね、完成キャンセルジャンプ俺、できひんかってんな。そう。で、あれから、結構完成キャンセルジャンプ、新しいマヒマヒでもやってたし、割と得意になってやってみたら、なんか、めちゃめちゃ簡単にいけるようになってたんですよね。なので、今回はここに隠れていきます。ちょ、自分の周りだけしっかり綺麗に塗っとくわ。はい。いや、ちなみにもう少しでね、新シーズン来ますね、皆さん。今回新ステージがまた2つ出るということで、積み流しヒートとかもさ、ダメージは一応あるみたいなんで、まあ、企画には最低限使えるかな。これでダメージなかったら、ほんまに終わってたけど、幸いにもダメージあるっていうことで、皆さんの新シーズンの期待の感想をコメントに書いてください。よろしくお願いします。はい、始まりました。今回はまずトマトとゼリー、トマトゼリーではなくトマトとゼリー一番参りますね。鬼の武器はスパイガジェットということで、トマトとゼリーが一瞬でカブトムシの餌になっていく。早いですね。うん、非常に早い。そしてお米、なんかお米っていう文字見たことあるね。初見じゃないかもしんない。お米がホコの横で、その横にピーちゃんね、うちの飼ってた鳥の名前ピーちゃんです。ということで、スパイガジェット結構綺麗に塗れるね。てか、めちゃめちゃ綺麗に塗ってくるな。綺麗に塗れるねっていうか、綺麗に塗ってくるな。ほんまに。いや、てかさ、新スペシャル来んのマジで久々じゃない？違う？ここさ、半年、ここ半年ぐらい出てなかったよな、新スペシャル。いつ出んねんと思ってたんやけど、ここでついにという感じで、いやー、ちょっとこれ、暇ですね、これ。暇だ。早く来てほしい。ここで、お米に行くか？さあ、お米どうだ？あーっと、来てる。じわじわと来て、上塗られて、左右に反復横跳び。サメライド、ドン！うわ！見つかった。嘘や、今絶対いけたと思ったのに。あかんねんや。あ、でも逆に P 助かってる。これ俺が見つからんかったら罰ゲームあるな。全然あるぞ。いや、ほんで最近さ、いろんなゲームもやりたいなと思ってやってんねんけど、追加ゲームってやったやん。もう全く見やんなったな。おもろいぐらい見やんなったと思わん？あんだけみんなスイカ言うてたのに、夏ん時よりスイカって単語出てたんちゃう？なんか次おもろいゲーム出るかな。ちゅうわけで、鬼来てますけど、ちょっと顔出しとく？これ危ない。ちょっとなんかペチってなった。ちょっとペチってなって、鬼の後ろに立っちゃう。ここに立っちゃう、もう。あ、立っちゃう。あ、ここに立っちゃう、俺。はい、立っちゃう。はい、これでも見つからない。これ罰ゲームですね、これ。ありますね。ピーちゃんどう？ピーちゃん、あれ、インクの中におんのか。立ってる状態じゃないのな。これ、可能性あるね。はい、歩行台の上を塗って。あーっと！こっちの陣地まで来ちゃう？こっちの陣地まで来ちゃってるね、これ。ほー、でもその角度じゃ見えないよね。インクレールは登ってこないし。あー、向こう行っちゃった。向こう行っちゃったね。あー、どうなるこれ。ここの隙間塗りに来やん、これ。あかん？おー、ピーちゃん。あ、ピーちゃん見つかった。残り10秒、バーっと。ほら、こっちだよ、ほら。アピールしていこう。おらー。ちゅうわけで俺の勝ち。やったぜ。おい、続いて、あんま美術いきまーす。今回ね、まあ、インクレールバグつながりっていうことで、昔でもね、アマビでやったんすよ。まあ、その時も成功したんやけど、改めてもう一回やっていこうかなと。はい。
ちょ今ねもうめちゃめちゃ俺上手なってるから、インクレールの完成ジャンプもうそんな苦労することなくいけるんちゃうか思ってきたんやけど、どうかな。確かこっから、違う違う違う、こっからね、この街灯に乗れるみたいな技がねみんなあったと思うね、覚えてる？はい、乗れる気せんな乗れる気せん、なんでや。え、そんな低い？ほっ、え、ほっ、いやーでもそういう感じやな、うん、そういう感じ、そういう感じ。いや、これ決めてさ、沸かしたいよな、視聴者を。はい、あれ、うそや。はい、あーっと、なんかいける気せえへんな。じゃ残り15秒ぐらいまでやらしてもでいい？はい、うわ、え、乗れる気せえへんねんけど。ちょ、伸びました？この街灯、勝手に伸ばすのやめてもらっていいですか。いや、乗れる気せんな、これ、ごめん、乗れる気せえへんわ。なのでやめまーす。ただガチ歩行は終わっていい？誰も使わんな、終わるで。これガチ歩行割っていく、あえてガチ歩行の真横みたいな。いや弱いかいや弱いか、いや逆に逆にあり、うん、始まってます。逆にこのガチ矛ってさ、取ろうと思わへんやん。だから意外と避けれる説、ちょ検証させていこうと思います。はい、今回の隠れ場所、まず P が一番奥ね、 P が一番奥、まずは P か。パブロなんでワンチャン、いやパブロやから物陰が強いな、うん、隅っこが強いはず。ほら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 、 P、いきなり P 隅っこで回避してるよ。ファブロって割と隅っこ塗りづらいからね、隅っこ暮らし、うん、隅っこ暮らしの天敵で、トマトと P がそのガチオコンどこで、これ割と回避しやすいんちゃう、どう。あ、わあ、倒されて倒されて、はい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 、いいよ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 、いけるいけるいける。え、これいけるってことある？嘘、自分で言うてて、まあないやろと思ってたんやけど、いける可能性ある、望みある、これで。あやめが割と自陣の方な。うわー、ちょっと待って、これそのまままっすぐ進んでほしい。まっすぐ、いける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 。なんで気づかへんねんこれ、3回ぐらい当たったで。うーわ、ちょっと待って、こんなんこっちサムネの方が映えるんちゃうの。ガチホコに守られたオカリンみたいな。おーおーマジかよ、ナイス、ちょ無駄にナイスって言っちゃうんやけど、ありがとうみんなナイス返してくれて、なんでもない時にナイスって言っちゃう。じゃあ続いても、ほぼ罰ゲーム確定ちゃうこれなあ。罰ゲームチャンス2回目襲来。ああ、来るぞ来るぞ来るぞ、あやめ来た、あやめ来た。さすがにこれは捕まる？さすがにこれ、さすがにね、さすがにこれは捕まっていく。いやでも1分あるからな、1分でこれやろ。いや俺も自陣側塗って終わりか、敵陣地もあんま塗ってないからね。いやー、12月のアップで終わってさ、次の3月のアップでついに来ますよね、あれがね、だっけサイドオーダーか。いやもう目玉がサイドオーダーしか残ってないってのもなんか悲しいよね。あとサイドオーダー来たら実質スプラトゥーン終わりかみたいな、最後の話題性って感じするよな。それか最後の最後でどでかい爆弾を持ってくるのか、いやーそれもまた楽しみ。あーでも帰ってきた、帰ってきたね。あーとどうだ、来た、まずい、なんねーくそー、いやなんで分からへんねん、めちゃめちゃ当ててたぞお前、明らかに俺のこと見つけましたって感じじゃなかったよな。くっそー悔しい、そう絶対行ったと思ったのに。 P ちゃんどうな、 P ちゃん、 P ちゃんまた回避する気、おお、あーあーあああ、惜しいギリギリ全員確保、やるな、さすがさすが。というわけで今回は罰ゲームなしでーす。今日の動画いいと思ってくれたらグッドボタンよろしくお願いします。ほらお疲れ。